皆さんこんにちは、ペソでございます。サンクシーレブンの続きやっていきたいと思います。結構ね、忙しい状態が続いててなかなか落ち着けないんですけど、さあ人員調達がね、個人さんがやっぱり来てくれないな。あ、笠井さんダメか、五郎さんも、そうだね、取れれば面白いかなと思ってたんですけどね。もう拡散無理かな。あは、強制さんも、まあとりあえずバチューさん囲んじゃおう。攻撃、なんなり攻撃囲めばね、いけるはず。およびよいしょ、攻め立てはおよび攻撃。進軍、加工者さん、はあ、帰っちゃおう。はい、承知。おう、
とは投与ですね。あ、小順さんは無理か。お、あ、ガサイさんいける。スキルのがよろしくないんですよね。さあ、こっちがちょっとなんかカオスになってるな。何なりと。続け。お呼びで。消せ。は。これでも食らえ。
それで、あとは軍楽台とかに立てたらジョナンは滅ぼす。お、やっとだ。撃て！ギャン！全くね、これまで作ってなかったからちょいと考えていかないといけないですよね。ちょっと引きつけようか。それか、カオンさんのいる位置に失敗した。はっ。ずれちゃったね。おう。突き崩せ。はっ！
じ。なんなりと。予備で。これでも食らえ。せ。ああ。かかれ。うむ。かかれ。せ。ほ。そら。せ。3でいいかな、また承知。今日はまあお米あるんで、問題はここですよね。深夜ですよね。ちょっと深夜の在庫見て返しましょうか。部材はいらんのか。1万ずつぐらい持っていけばいいかな。
心得た。まあ陳龍はこんな感じですよね。であとは深夜がちょっとね、孫権軍が押してきてるんで、ではね、ターン回ってきたところでお時間よろしくなりましたので、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。